対話文に入ります。まず問題のリード文、この部分をリード文と言いますが、この部分が非常に重要です。必ず熟読しましょう。静岡県、こういう舞台がどっかってことね。でホームステイを始めたアメリカ人のジムとホームステイ先のケンタとの会話です。必ず一度目を通してから問題の方を、解くようにしてください。ざっとでいいんでね。でこの場合、この静岡の入試の場合、脚注がこう下にあるので少し見づらいかもしれません。でもしっかり勉強してたら、自分が知らない単語だったら絶対あるなと、思えるはずです。自信がなかったら最初にこちらの脚注ある程度目を通しておきましょう。それでは読んでいきます。ケンタと X チーム、いきなり重要表現ですね。普段勉強するとき、こういう重要表現は書き出していくといいと思います。Take O で、次に To ニョロニョロ、こう場所が来た場合。Take O To ニョロニョロ、これでニョロニョロを、間違い失礼。目的語 O をどこどこに連れて行く。物と人を区別しないので、 O が物だった場合は持っていくと訳する場合もあります。まずね、テイクが来たらまずこの形を疑うぐらいしていいと思います。それぐらい重要な文型です。でついでに、このテイクの対になる語はブリング、ブリング O to ニョロニョロ、場所で、これも場所で O をニョロニョロに連れていくの反対で連れてくる。ものだったら持ってくる。まあ、おとかなじまでなかったら人とかものとか書いてもいいんでね。で、これで見ると、ケンタテイクスジム、ケンタはジムを連れて行ったんだ。で、どこに連れて行ったか、トゥーニョロ、これは場所が来てるね。ラーメンレストランと、ラーメン屋さんに連れて行った。レストランは飲食店一般を指します。安い食堂でもレストラン、食堂もレストランはレストランです。で、for the first time、これも重要な表現ね。知らなかったら書き出しておくように、初めてってことだね。ジムを初めてラーメン屋に連れて行きました。店の中での話です。ジム、can I see the menu? メニューを見てもいいですか？もちろんで、なんだかで、サンキュー。A に入る言葉を書きましょう。メニューを見ていいですかって言われて、言うのは、まあ、もちろんこれ、here you are、はい、どうぞでいいでしょうね。I see は相づち言葉、なるほどとかそういう言葉。You are welcome、どういたしましてです。続きます。で、ありがとう。お、ゼアラ、ゼアラは大事な表現ですね。これもね、何々がある、いるっていう表現がゼアイズ、ゼアラ公文でした。Many kinds of ramen。Many kinds も、これも特別に書き出しておきましょう。Many kinds。kind は種類。of ニョロニョロ。これで、カインドが種類で、たくさんの種類の、ニョロニョロ。この次になるのは、アにして、アーカインド。こっちメニューだから複数形になってますけど、こっちはアー単数なので、カインド単数形です。これで一種のニョロニョロ。この辺も知識として置いておくと便利なので、ここで押さえておいてください。ジムは言いました。おー、